長官台展望入り口、ここから今もう後ろにちょっと景色が見えてしまってるので、この映像では上に行ってから映そうと思ってるんですが、ここからまた景色がよく見えそうなので、ちょっとこの階段を上がって、上の展望台から、見下ろしたいと思います。正面真ん中ですね、中央のちっちゃい白い、のが先ほどの、タッピ崎の灯台で、その先左側奥が北海道の陸地になるんですが、福島町、松前町、真ん中あたりが、函館、大和函館市で、その右奥に、下北半島がちょっとどこが境目なのか分かんないんですが、見えると思います。よく晴れてますので気持ちがいいですね。あそこに1個、あれ奥尻島かな、なんか山が見えます。この後はこの道をひたすら海岸線沿いに下っていきます。今夜はですね、深浦に行くので、向こうの方ですね、海岸の奥なのかな、まだちょっと距離はだいぶありますね。あんまり時間がないんですけど、ちょっと千本鳥居を眺められそうな場所がありそうなので、ちょこっとこの階段を上がって、見てみようかなと思います。ずっと奥まで鳥居が続いてます。誰もこの時間人がいません。最高です。今戻ってるんですけど、この辺にある鳥居は全部今年の4月ですね、どん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 鳥居の数が増えていってるようです。までです。弁石湿原の駐車場にやってきました。トイレがあそこにありまして、
車は1台もいません。入り口がここみたいなんで、順路が右から反時計回りに回れば、ここに出てこられるそうなんで、ちょっくら歩こうかなと思います。東西700m、南北約 300m の湿原だそうで、津軽国定公園の第一種特別地域に指定されているようです。では行ってきます。この草むらを行くわけですね。ここは木造になってますね。おお、すごいな。ちょうど西日が眩しいんですけど、こんな感じで木道になってます。とりあえずこのまま進んでみます。花がもう終わってるかと思いきや、ちょこっとでももうほぼ終わりかけですね。トンボですね。トンボが飛んでるな。もう夏なのか秋なのか季節感がわからないです。虫の声も結構聞こえてますんで、こう夜はそれなりに冷えると思いますんで、結構涼しくなります。今年は草の刈り払いをやってないそうなんで、こんだけ竹が長いので短パンで来るのはやめた方がいいと思います。これでも、これはなんか枯れちゃった跡がある。ちょっと今一部咲いてたんで、それでよしとしましょう。もう腰の高さぐらいまで草が生えてます。今日はまさかこんなに暑くなるとは思ってなかったんで、気温の高さにびっくりしてます。ハッピー崎でも店のおばちゃんが朝晩は涼しいんだけど昼は最近になって暑くなったっていうことを言ってましたんで、朝夕というか昼夜の寒暖差はかなりあるんじゃないのかななんて思ってます。今この時間はもう夕方なんですけど、ご覧の通り人は誰もいない中で歩いてます。ちょっとやっぱ草丈がだいぶ伸びてますんで、これからの時期はこの後まただいぶ刈ってもらわないと、もう本当に雑木林みたいな感じになっちゃうんじゃないのかななんて思ってます。暑さのせいなのか時期的なものなのか、紫色のなんとか勝負とかいうのが本当は咲いてるはずなんですけど、これからかもしれないですね。もうそろそろ岩木山がうっすら見えてくるはずです。ここも木道は今外れたんですけど、歩道の予定がこれだけ草が今生い茂ってしまってます。ちょっとここは日陰なんで先ほどと比べてひんやりはしてますけど、風が今全くないので、歩いてるとやっぱりちょっと汗ばんできて暑いですね。ちょっと開けたところに出てきました。ここだと沼の奥にうっすらと岩木山があるのがわかるでしょうか。ゆっくりゆっくり風車も回ってますね。これが弁瀬沼かな。風車の数はすごいいっぱいあります。
今日はタイミングよく、このドアの間に、日が沈む様子を見ることができました。今日はもうあと1時間ぐらいかな、確か。あ、7時59分と20時42分というのが来ますね。まあそこまでちょっと待っていられませんので、このままもう深浦の、予約しているホテルへ、向かいます。まあ、ここは観光客も多分来ると思うので、まあ、広々としてそれなりに綺麗ですね。さっきまでは何人か人もいらっしゃったんですけども、皆さんそれぞれ、目的地へ向かっていきました。轟駅ですね。馬が3つで轟という名前です。明日も朝もしタイミング良ければ、五能線はの映像を収められればいいかなと思ってます。では、これからさらに海岸線を、西、東、南東方向に向こうの方ですね、進みます。いただきます。